舌が悪いんですね。結構致命的じゃないですかこれ。早口言葉を練習すれば、ヨドドロもヨドドロなら、ネネドロもネネドロだ、なんとなく言いやすくなってる気がします。はい、最後これ結構難関ですが、おあやや、おあやや、おや、親にお謝りと言い、シャッ。はい、そして今日はですね、最後の課題です。定番難しい早口言葉があります。こちらです。定番のこの早口言葉を、9個あります。これを3回ずつ挑戦して、言えたら今日の課題はクリアとします。はい、まず1つ目、生麦、生米、生卵。これを3回、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。はい、青巻より赤巻より黄巻より、青巻より赤巻より黄巻より、青巻より赤巻より黄巻より、隣の客はよく書き通客だ、隣の客はよく書き通客だ、隣の客はよく書き通客だ、能力難度、能力難度、能力難度。この早口言葉を続けて9個3回ずつ言えたらクリアとします。それではテイク1。生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、青巻より赤巻より黄巻より、青巻より赤巻より黄巻より、青巻より赤巻より黄巻より、隣の客はよく書き通客だ、隣の客はよく書き通客だ、隣の客はよく書き通客だ、老若男女、老若男女、老若男女、東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局、生ナマズ、生ナマコ、生ナマコ、生ナマズ、生ナマコ、生ナマコ、生ナマズ、生ナマコ。もう一回、テイク2。生ナマズ、テイク3。生ナマズ、生ナマコ、生ナマコ、やばい、はまります。テイク4。早口言葉って苦手なのがよく分かりましたので、早口で言うというよりもきっちり言う、今回はきっちり言うということを、主眼に置いてやりたいと思います。それではテイク5。生麦、生ぬこ、なんかね、今ちょっとカメラの映りを入ってるかなんか気にしながらやってたんで、なんかこうじゃないがあるとダメなんですね。はい、もう一度一気にモノマネで集中してみたいと思います。手術中、情けない。手術所で手術中。シャッ。
切りました。というわけで、今日は以上です。次回も見てください。お願いします。